はい。神奈川県人権啓発センターです。今日天気がいいので、外でやるんですけども、今日のテーマは、解放新聞2020年3月2日。口頭弁論の再開に合わせ、復刻版裁判の支援を広げよう。これどういう記事かっていうとですね、トットイループ受験者、まあ、つまり我々に対して解放同盟が起こした裁判。これの口頭弁論がようやく、 再開されるのでみんな見に来いとあとトットイループ自転車こんな主張してるぞっていう内容なんですね。これウェブで見られるので解放同盟のサイトで皆さん見てください。それでこの中で解放同盟がついにねもう得た否認の子孫がどうとかね得た人が得た否認が住んでた土地がどうとか関係ないって言い出したんですね。 まあいちいちこんなことを書くっていうのがよくわかんないんですよね我々がですね結局あの全国部落調査っていうのを見てみると大技ぐらいまでしか書いてないのであれでピンポイントで部落の場所を特定するっていうのは難しいとで、都市部の大阪なんかに至っては その得た否認と関係ないようなところまで地名が挙げられてると、そういうことを指摘したんですね。そして解放同盟関係者、自分たち被差別部落出身って言ってるんだけども、で、仮処分の段階でもね、確かにあの、この人たちは被差別部落出身だっていう理由で判決というかね、まあ、処分、処分の理由が書かれてるんだけども、 だけども解放同盟関係者がじゃあ実際得た否認の系譜にあるかっていうことは全く証明されてないわけです。で確実にこれは違うだろうなっていう人もいます。じゃあそういう状況についてね解放同盟は否定してないんですよ。じゃあどう反論するかっていうとえっ、ー、と、まあ、差別者というのはえいちいち江戸時代の文献を調べた上でね得た否認が住んでる都市かどうか確認したりはしないと。 そして差別する側はいちいち江戸時代まで系譜をたどって得た日の子孫であるかかどうかを確認したりしりないとだから、まあ、解放同盟が言ってるようないい加減な基準でいいんだよっていうことなんだけどいやそれおかしいんじゃないの差別する側はって言ってるけども解放同盟がでしょこれは解放同盟がその土地がね実際得た日にが住んでたっていうことなんかも検証しないし。 じゃあ解放同盟に入って自分らブラック出身だって言ってる人が得た否認の子孫かどうかっていうのをどうでもいいと思ってるわけです。でそれを差別する側って言って人のせいにしてるわけですね。自分たちが差別すするる側とと同じようななことをやってるわけなんです実はだから僕前にも言ったからな結婚差別の論理と同じですよね。いや自分たちは差別しないよ。でも世間が世間が世間の人間がそう見なすからっていうのが。 言ってみれば結婚差別をする人の理屈なわけですよところが同じことを言ってるんです解放同盟さんあなたは相当いい加減なことをやってませんか、うん、部落出身とか言ってるけども大阪の部落なんか全然あんなもん住んでる人関係ないですよねって言ってもねいや,いやいやいや差別する側が差別する側って言ってね 自分たちは悪くない。あくまで差別する側が悪いんだと。世間がそう見なしているんだと。これ結婚差別をする人たちの論理と何が違うんですかね。じゃあやっぱ解放同めって差別者の集団じゃないですかって僕これ見て思ったんですけどね。いかがでしょう。で、ここをしばらくですね、大阪の部落、そして横浜の部落って巡ってるんですけども、それぞれ対照的ですよね。大阪の部落っていうのは都市化して、でなおかつもう大規模に。 えー、解放運動もやれば、童話事業もやったんですね。で、片や、横浜の部落、横浜って言っても郊外の方なんですけども、童話事業やってないんですね、横浜市は。もう一つ対照的なことがあって、大阪市の部落っていうのは、そこに住んでる人が、じゃあ得た日にの経費かっていうこともよくわかんない。で、なんか部落の範囲も広がってるんですよね。 本来その、じゃあ、得た否認とされた人たちが住んでる範囲よりも広がっちゃってると、そして箱物が立ってる、でそれが廃墟になってると、ところが未だにね、解放同盟の残党というか、まあ、その地元を仕切ってる団体は、ここは童話地区だみたいなことをね、温泉のパンフレットみたいなのに書いてるんですよ。で、差別されてるっていう言葉が適当なのかわからないけど、やたなんか見たら、もう避けられてるっていう気がするでしょ、あれ。 うん、だから、差別ね、やっぱ気持ち悪いんですよ。まあ、気持ち悪いって言ったら差別言われるかもしれないけど、そういうことしてるんだから気持ち悪いことをね。あの日の出にしてもセクハラ事件やってるし。片や、横浜市に関してはもう解放運動っていうのを、まあ、大昔はやってたところもあるんだけども、もう今となってはもうやってないで、童話行政もやってないと。ところが、四、え、谷、ー、さんってやったじゃないですか、池延にね。 であの家、まあ、100%じゃないけどもおそらくかなり高い確率で、えー、小頭つまり断罪者の手下下の子孫であると考えられるんですよ子孫というかまあ系譜関係にあるというかね。だけど今更じゃああの池延のあの辺りの家が、えー、四ツ谷さんっていう家がじゃあねっ餌、えー、の小頭の子孫の家だっていうふうに分かったとして差別につながるか っって言ったら繋がらがないでしょうそうするとじゃあ今残ってるブラック差別って何なんだって言ったら横浜と大阪の例から見るのは大阪の方が明らかに差別というかその童話地区が嫌われる情報状況が残ってるじゃあそれは身分云々じゃなくて童話行政が一番大きな理由だとと思います解放同盟の活動とでそういう活動が行われた理由っていうのはやっぱ都市スラム貧困問題 とといううことになると思うんですねそれで前から言ってるんですけどもブラック問題の本質っていうのは差別問題じゃないと思うんですねおそらくは貧困問題っていうのが本質だと思いますそれで戦後の同和行政っていうのは間違ってたと本来貧困問題であるものを差別問題と混同したためになかったはずの差別まで生み出してしまったというふうに僕は思います 深い話になると実は江戸時代もそういうことが起こってたんじゃないかなとえよくブラックっていうのはね権力者が民主の刷毛口としてね、えー、身分を作り出してで環境の悪い,悪いところに住まわせたとで職業もね差別されるような職業にしたっていうふうに言われるんですけども、まあ、そういう地域が全くなかったとは言わないけどもでも大部分は 中世にに自然発生的に生的まれたと思うんですよね特定の食料が固まった村とかあるいは貧困を抱えた村っていうのはねでそういうものを江戸時代にその幕,幕府というかまあ藩とかねそういうところが一つの身分として固定化させたんじゃないかなというふうに私は思いますそう考えるとね解放同盟とかね今の 政権、まあ、自民党がやっちゃったんですよねこれは。うん江戸時代をなぞるようなことをやったんじゃないかな本来は貧困問題だったものを童話、えー、行政ということで制度化することで差別問題である意味身分みたいなものを作ってしまったとまた再びね身分を復活させてしまったと。 大阪みたいなね童話行政を大規模にやったところであって異常で異様な状態が残ってて童話行政をやれなかった横浜で、えー、その刑務的には分かりやすい状態で残ってるにもかかわらず差別問題というのが起こってないっていうのはやはりそれは童話行政っていうものが今のブラック差別というものを作り上げたものだというふうに僕は考えざるを得ないわけです。ということで今日の啓発動画をお送りいたしました。